はい、浦田健です。今日もですね、浦田健ミニセミナー始めたいと思います。今日はですね、先日、開催されたというか、開催される前のもう本当に駆け込みのですね、竣工前の現場に、来ているんですけれども、江戸川区の西葛西というところで、土地からお買いになって、2世帯型の戸建て賃貸を建てられたオーナーさんの現場をご紹介したいと思います。このオーナーさんはですね、私が2年前に、書いたこのお金が貯まる家の買い方をお読みくださって、土地から買ってですね、2世帯住宅を建てたということなんですけども、ご覧のようにですね、一軒家にしか見えないというね。で、結構外装にも内装にもこだわって、作られたプランになっています。2世帯型の戸建て賃貸の特徴というのは、土地を買って、上物を建ててもですね、隣の家賃収入でローンが、ほぼゼロか、もしくは自己資金の額によってはプラスの収入が得られるというような方法になっています。それから、不動産投資のまずその、第一ステップとしても、この住居費をですね、軽減するという意味で、やっぱり住居費を軽減した上で、その余ったその、お家賃ですねを1年間2年間貯めていくことによって、これキャッシュフローを改善していくっていう意味では立派な不動産投資ですし、片方を貸すだけでもですね、減価償却、大家さんになりますね、減価償却ができるというところで、所得税の圧縮にもつながっていくということ、そういうメリットがあるんですね。で、1個でもですね、貸すとですね、これは大家さんですから青色申告することができます。青色申告をすると、事業的規模5棟10室以下の未満の、事業的規模以下でもですね、10万円の所得控除が得られるということで、お財布に優しいというか、資産形成にすごくいいだけではなく、こういった税務面でもですね、非常にこう資産形成に、大きな、変化をもたらすことができるというですね、非常に賢い方法なんですね。で、こういった住宅を作っておきますと、住み替えが非常にしやすいということですね。例えば、これを売るときにですね、また同じようなそのお若い世代のご夫婦に、アーリーステージにですね、ご夫婦に貸し、売却すると、片方収入がついてますよという形で売れば、自分がその購入した時、以上にもしかしたら売れるかもしれませんし、いわゆるその持ち家を買った時はですね、もう買った途端に2割下がるというふうに言われてますので、そういう意味でも非常に資産価値が高いということになっております。今回はもうこのビデオが配信されるときにはもう見学会は終わっているんですけども、また3ヶ月に1回ぐらいですね、こういった形の見学会やってますんで、ぜひですね、現場に来て、フラフラしている私を捕まえてですね、いろいろ質問してもらったり、うちのスタッフに質問してもらったりしてですね、ぜひですね、この戸建て賃貸の魅力を知っていただきたいというふうに思います。お金が貯まる家の買い方、これおすすめですので、ぜひお買い上げください。それでは。